戦前は旧盆や歓月会で踊られていたが、現在は敬老会やお祝いの催しから他府県との交流イベントにも参加するようになった。まあ、あの戦前からご先輩の皆さん方が演じられてきた信彦栗地兵衛なんですけれども、まあ、独特な踊りしてまた兵士が入ると言われて、まあ、読谷さんには小沢崎にしか伝わってないようなあれですね。だから先輩からこれをもうお互いの小沢の伝統芸能にしてほしいという要望もありましてね、そういう継承を引き継いできた経緯があるんですよね。夜遅くまで明かりが灯る宇佐公民館。伝統芸能保存会の若者たちが仕事や学校を終えて信彦栗地兵衛氏の練習に励んでいる。活動の中心は宇佐に生まれ育った10代から20代の若者だが、経験は長くて5、6年、中には習い始めたばかりの人もいる。踊り手が唱える兵士は薩摩へ向かう旅人の心情をより強調する。宇佐の信彦栗地兵衛氏にとっては重要な部分。にわか仕込みのせいか若者たちはなかなか思うように踊れない。でも同じ歌い方はね、こう切って角を立てて歌う栗地はね、だからこの兵士も今のように切るところをちゃんと切ってすぐずっと続けるんじゃなくして、先輩たちの指導から一月も経たない10月初め、宇佐の若者たちが早速舞台に立つことになった。化粧をするのも初めてという初心者を含め7人のメンバーが出演する。いよいよ宇佐の若者たちによる信彦栗地兵衛氏が始まった。教えられてからまだ日にちは浅いが、扇の持ち方や扱い方はうまくできるだろうか。